はい、どうも、鬼丸です。まあ、早速なんですが、第2の村おこし、やろうと思います。また水流装置をここに作ってます。今度は、どこへたどり着くかな？どんなバイオームにたどり着くんじゃろう。また、16チャンク、向こうにザーッと作っていきます。途中経過お送りします。これもうジャングルにちょっとぶち当たって今大変な思いしてますね。もうこれを木を伐採するのがすごいめんどくさいよな。もう往生しとるわ。よっしゃ、もうこんな調子で。このジャングルの木がでかいんだよな。ないか、残りは。あ、雪が積もっとんか、この上。なんか変だなと思ったら。一応木は回収しときたい。うわ、枝が生えとるのがめんどくせえ。ちょっと下を掘るの危険じゃな。あぶね。これで全部かな？あれは隣の木か。よし、伐採していこう。変なとこに枝が生えとるけえな。はい、こんな感じで道を開拓しながら、伐採しながら進めております。はい、一応水路は完成しました。ちょっと早送りしてお送りします。今回かなり長いですね。はい、到着です。これはだいたい16チャンク以上かな。結構ちょっと長めに作っちゃった。16チャンク以上離れたところにたどり着いたらこんなとこでした。これどうしようかな。ちょっとここをまあ整地して、ちょっと村を作っていきたいと思います。はい、抜けたらそこはジャングルでした。これ整地するの大変じゃな。木いっぱい伐採せんといけんじゃん。まあちょっと頑張ってやっていきましょうか。うわあ、ちょっとこれは大変だな。もう木を伐採するのはめんどくさいです。結構頑張ったんだけども、まだまだじゃな。というわけで、もう、あれだな、あれしかないな。山火事を起こそう。ここら辺頑張ったんだけどな。
めんどくさいわ。というわけで燃やします。この辺かな。はい、これでもう森が燃えてくれりゃ助かるわ。おお、燃えた燃えた、燃えろ燃えろ。火事になってるね。もう一個、この辺も邪魔だな。よいしょ。あ、燃えてる燃えてる。あ、いいね、楽だねこれ。これは楽ちんだ。ちょっと木の素材がもったいないけど、まあ苗木がいっぱいもう手に入ったんでいいかな。おお、燃えてる燃えてる。ちょっとしばらくこれで様子見てみようか。こういう邪魔そうな木も火打ち石でいけるかな。俺が食らったよ。あぶね。あ、燃えるね。いいね。これは楽ちんだわ。だこの調子でどんどんもう燃やしていきゃ楽に済むじゃん。おっとっと、ちょっと危ない。ダメージ食らわんようにせんとな。あれ？消えた？あ、食らった食らった。やばい。やばいやばい。水持ってきてない。あ、水がちょうどある。消化。お、燃えてるね。いいね。あ、楽ちんだわこれ。最初からこうしときゃよかった。で、こっちの状況どうなったかな。あ、もう燃え尽くして、なんか気になるな。ところどころ残っとるぞ。あ、でもまだ燃えとるな。あ、いいね、このやり方いいな。ちょっとえらいことになったぞこれは。マグマが、ちょっとここのマグマはちょっと組んでこうか。つうかマグマが増えた。もう2箇所しかやってないんだけど。あ、増えてねえか。広がっとるんか。あれはだいぶ楽ちんに木を処理できてます。だいぶすっきりしましたね。これで拠点をもう作れるかな。ちょっとマグマが残っちゃってるけど、まあ本当はちょっと村おこしまでちょっと実況したかったんですけど、ちょっと今回この整地にちょっと時間かかったんで、今回はこれまでとします。それではご視聴ありがとうございました。ではでは。